皆さんこんばんは、プチミレディの結城葵と竹達彩乃です。ね、私そんな、ね、私そんなじゃないよ。私そんな、私そんな。なんか葵はちょっとハキハキしてる感じ、彩乃はちょっとこうすりガラスみたいな声なの。あ、声か、ちょっとこうなんかなかなかに、あ、そっか。じゃちょっとでも似ないよね、すごい。そうね、似せようと思うと似ないね。でも歌とかたまに似てたりするのにね。歌になる、はい、今プチミレ終了しました。終了しました。ありがとうございました。ね、歌といえば私たち、うん、ね、今回は新曲を、はい、ね、歌わせていただきました。いただいたんですけれども、うん、なんかさ、新曲を歌って発表するのって私初めてかも。確かにそうかも。なんか嬉しい。プチミレでは間違いなく初めてです。そうだね、発表と新曲を出すってことの発表と、うん、その曲を同時に出すっていうのは初めてだね。ね、まあ、うん、つまり私たちも2人で歌うというか、その生で歌うのは初めての機会だったんですけど、うん、そうなんです。ドキドキしつつも楽しくね、そして初めてとは思えないぐらいの皆さんのあのノリ、ノリがすごかった。サイリウムいっぱい振ってくれてね、すごかった。すごい、私ごめん、ぬるって始まっちゃったけど、せっかく逆にしたこと触れればよかったよね。あ、そうだ、忘れた。本物の、本物のゆきあおいでーす。本物の竹達彩乃でーす。竹達彩乃でーす。そんな竹達、うーん、いないな。竹達彩乃でーす。もうちょっと声太いな。竹あれ竹達あいつ。なんかちょっとピーケモンみたいになってきました。竹達って泣くピーケモンみたいになってきました。はい、もうね、イベントいらしてくださった方も、遠方からね、頑張れっていう気持ちを届けてくださった方も、お便りをくださった方も、うん、本当に本当にありがとうございました。とても楽しいイベントにおかげでなりまして、うん、プチミレディオもね、無事30周年長寿番組3周年を迎える、はい、30周年って言ったら私たちやばいね。やばいね。やばいです。もう50いくつのの感じになりますけど、まあ、でもそれを目指して30年を目指し、30周年目指して頑張ります。いきたいと思います。そして、はい、5月4日に、ニューシングル、あとね、テレビアニメ、はい、パンでピースのオープニングテーマ曲、青春は食べ物です、リリースされますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんお楽しみに。そしてね、3月30日にセカンドライブの、ライブブルーレイも発売します。こちらね、うん、なんだっけ、あのなんとかコメンタリー、はい、そう、あの鷲崎さんと一緒に、あのコメンタリーをした、ビジュアルコメンタリーだっけ、ビジュアルコメンタリーというのも、封入されておりますので、うん、はい、ぜひね、皆さん楽しみにしていてください。はい、どうぞよろしくお願いします。せーの、さあ